さて、戸田駅に着きましたけどね、これがこのまま賢島駅になるんですね。もうこれ乗ってこうかな。今月から53分発、普通列車、賢島駅となります。53分発、賢島駅です。発車までしばらくお待ちください。では、本物の扉を閉めますからお待ちください。先頭車両の左の一番前の扉は開いております。扉が閉まります。ご注意ください。ご注意ってことはまだ13分ありますんで、ちょっと整えてみましょうか。戸田駅もね、ターミナルっちゃターミナルなんですね。こっからやったら分かりやすい。近鉄のがあって、奥に JR があって、JR が戸田までですからね。まあ、ターミナル駅に分類するっちゃ分類するんですけど、こんな前入れられたら私全然もう分かりませんからね。別にてっちゃんでやってるわけではないですからね。そうなんですよ。まあ一応まあ時間もあるし、まあ近くやからちょっと降りましょうか。まあ教育どうもいいんでした。まあこれね、教育今乗ってきたやつもそのまま賢島に行くらしいですけど、なんかもう賢島行きにしとけばいい気もするんですけど、ここの列車は賢島行きになってるんですけど、これだけ戸田行きなのはなぜなんでしょうね。この取り扱いの差もよくわからないですけど、あれですね、そうですね、JR と一緒になってますよね。で、こっちには近鉄の案内だけ出てますけどね。で、こっちから見ていくと近鉄会社で日本製になっていて検討が利用できますね。 JR 会社って出てるんですね。あ、繋がってるんで、そのまま入れるんですよ。JR 乗り場に、まあ、こんな感じで JR ね、まあ、言うて広いんですよね、JR 側も。向こうはもう、あれですけど、有機性になってますね。で、こっちの方に JR の改札があって、こんな感じね、1番線と、0番線自動の時とか、ね、0番線ってあるんですよね。ね、0番線、0番線、1番線、2番線。で、まあまあ、使われてないですけど、3番線になりはね、まあ、引き込み線がね、あるんですよと。で、一応まあ、ね、ターミナルってことでね、さあ、端っこですよっていうことでね、取っておきましょうかね。さあ、これだけですけど、もう、無駄ですね。でもね、こっち側は、近鉄ゼロ番線来ることあるんですよ。また右になっちゃいますからね。まあ、この時は JR 地区に行ったらちょっと結構しますからね。こういう、隣接駅というか、ね、同じ駅構内になっているようなところ、今、多いですよね。ここ以外ですと、ここに高いところに、伊勢市駅、伊勢市駅もそうですし、松坂駅もそうか。ね、こんな、そういうことか、背中が行きの普通列車が、接続してるんですね。接続しっかりと。